どうも、シュンス TV です。皆さん、ついに今日はベンソンがジェニーちゃんのコントローラーを完成させると言っていた日なんです。そして今のところ何も起きていないからカメラ回してるんですけど、もうね、昨日からずっと落ち着かなくて、皆さんのコメント欄を見させていただいてたんですけど、ちょっといくつか読みますね。ジェニーちゃんが浮かんでる時見えないから、レックスにどこにいるか教えてもらえばいいと思います。確かにね、ジェニーちゃんは恐竜の頭をつけたら透明になれるので、その透明の状態で攻めてこられたら僕らは見えないんですけど、唯一見えるのが恐竜と虫、すなわちこの中ではレックスしか見えないんですよ。それは本当にいいですね。レックスに見てもらうしかないと思います。他にシュンさん、ベンソンたちにみんなと楽しく過ごしているビデオを送ってみたらどうでしょうか。あー、なるほどね。みんなで楽しく過ごしてて、この楽しい毎日をどうか壊さないでくださいともお願いするような感じでも楽しい映像を送る、これもいいんですけど、でもベンソンに嫉妬される可能性もあるんですよね。まあ嫉妬されて余計怒ってくる可能性とかもあるので、ちょっと怖いんですよね。アンティークショップに行ってコントローラー壊せば。あー、そうなんですよね。コントローラー壊すのが一番なんですけど、でも結局今日リモコンが完成しちゃってたら、アンティークショップ行ったところでもうスクリーンロケーションとかで向かってくるのが簡単にバレて、しかも透明の状態で襲ってきたらもうなすすべがないんですよ。でしかも瞬間移動でまたポリスステンチンみたいに送り返される可能性とかもあるので、もう今からアンティークショップに行っても遅いような気がするんですよね。どうしましょうね。いろんな方法はあると思うんですけど、やっぱり一番いいのはジェニーちゃんをすぐ捕まえて頭と体を離すとか、あるいはジェニーちゃんのコントローラー、すなわちベンソンが持ってるコントローラーをなんとか壊すしか方法はないと思うんですよね。とりあえずいろんな方法はあるんですけど、でも今日リモ電気が消えた。なんで？なんで電気消えんの？ちょっとつけていきます。え？え？電気つかない？あ、ついた。いや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 、おかしいでしょ。なんで電気、また消えた。おお、ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？どういうこと？おお。うまく入り込めたみたいだな。ジェニーちゃんのコントローラーが完成した。お前たちのパソコンに入り込むことにも成功した。愚か者め、私たちの攻撃が始まる。ちょっと待ってください。皆さん、コントローラー完成したみたいじゃないですか。ちょっとやばいですこれ。それに電気ももうつけても何回も消えますし、もう一体どうなってるんですか。ミニシュンズ TV、 レックス、レックスどうしたの。実はさっきから見えてたんだけど、ジェニーちゃんが恐竜の頭の状態でふわふわ浮いてたんだ。そうなの？ジェニーちゃん恐竜の頭の状態でここふわふわ浮いてるんですね。僕たちは見えないから。いやー、どこにいるんだよ。そうなんだよ。それでさっき電気をカチッって消してたんだ。僕見たんだよ。そうか、ジェニーちゃんが電気を消してたんですね。もう全然気づかなかったですよ。それに、おおおお、今の何？え？あれ？ジェシーが落ちてるけど、今の何ですか？ねえねえ、大変だよ。ベンソンに操られたジェニーちゃんがウッディを持ち上げてるよ。今空中を飛んでるんだ。え？ウッディ、本当だ。ウッディが消えた状態のジェニーちゃんに取られました。あー、でも安心して、今この部屋にいるから。この部屋にいるってどこ？どこにいるの？ほら、そっちだよ。どっち？そっちじゃなくてこっちだ。あー、また移動した。どこよ？また移動したよ。
もうダメだ、全然わからないですよ。それに、ウッディが上から降ってきました。なんかめっちゃボロボロにされてるんですけど、ウッディかわいそう。ちょっとウッディ大丈夫かな、ウッディ大丈夫なのかスマイリーロックさんに聞いてみたいと思います。スマイリーロックさん、ウッディは大丈夫なんですか？ウッディはコントロールされたジェニーちゃんから空中でボコボコにされましたけど、なんとか生きてますよ。よかった、ウッディが無事でよかったですよ。それにしても見えない攻撃をベンソン繰り返してくるなんて。なにちょっと待って、ちょっと待って、さっきから僕のおもちゃたちが見えない攻撃を受けています。そうか、もうベンソンはジェニーちゃんを消えた状態で操って僕たちのおもちゃをどんどん壊すつもりなんですよ。それに、消える能力はとっても素晴らしい。このままお前たちを潰すことは簡単だ。もしも今から私たちの仲間になりたい奴がいれば歓迎する。ちょっとベンソン、誰もベンソンの仲間になんてならないからね。俺たちはベンソンの仲間だよな、ダッキー。ダッキーとバニー、俺たちはベンソンの仲間だ。ああ、そうだ。ちょっとダッキーとバニー、裏切るつもり？ならばお前たちは仲間にしてやる。ちょっとベンソン、ベンソン、たく、何す、消えた。ダッキーとバニーがアンティークショップにベンソンの仲間になってしまいました。これでシュンズ TV も終わりだ。他にも仲間になりたいやつは歓迎する。それ以外は壊す。いやあ、ベンソン様。俺たちはベンソンの味方だよな、ダッキー。ちょっと、ダッキーとバニー戻ってきな。皆さん、ダッキーとバニーに裏切られてしまいました。でも、このように見えない攻撃がこれからもベンソンたちから続くと思うと、マジでやばいですね。本当におもちゃ全部壊されちゃうかもしれません。いろいろ作戦を考えなきゃですね。ではまた撮影できるといいんですけど、お会いしましょう。さようなら。いやー、皆さん大変なことになりました。これからベンソンたちが透明の状態で見張っていて、そして私たちは次々と壊されていきます。もう勝ち目はないんでしょうかね。さて皆さん、とても素敵な提案をありがとうございます。シュンズさんにいい案があります。ザーグの玉で追い払ったらいいと思います。でも消えた状態のベンソンは見えないので玉が当たらないんじゃよ。シュンさんが自分で世界一強いおもちゃを作ればいいんじゃないですか。ああ、デーモンフォーキーのように強いおもちゃを作るのもいいですね。あ、でも相手が見えないのでどうやって戦ったらいいんでしょうね。ダッキーとバニーの悪知恵が働くかもしれない。その悪知恵余って安全な方向に行きましたね。ベンソンたちの仲間になってしまいました。シュンさんに質問です。おもちゃたち洗濯機の中か黒いパーカーの中に入れればいいんじゃないですか。ああ、隠すのはとってもありですね。みんなで隠れて耐えるしかないですね。でもベンソンたちの攻撃はこれか。何が質問コーナーだ。私に勝てるはずがないだろう。シュンズ TV のパソコンも
完璧にハッキングができるお前ら全員もう私のしもべだ。皆さん、私たちはベンソンに常に監視されてます。